かね、私がそのマネージャーさんに買い物をお願いしたときに、なんかすみません、ミルクティーとちょっと甘いもの何かお願いしてもいいですかっていう曖昧なことをお願いしたんですね。で、けど結局ちょっとそのライブ云々で、あまりにも時間がなくたのと、その休憩時間はちょっとあったんですけど、ちょっと食べる余裕が私の中になくて、多分食ったら吐くなと思ったから。そう。この時食ってたら多分カザちゃんのあれの時に吐いてました。そう、だから食べなくて残したやつがあったんですね。どら焼きかなんかだったかな。そう。そう。で、残しちゃったんだけど、それをケンモチさん、ライブ後持ち帰ってましたね。で、持ち帰ってるとこ見てたんですけど、絶対言うなよって言われたんだけど、そう。言わないでおきます。